新流行り紙続きをやっていきます。前回は寄生虫編を無事クリアすることができましたので、また別のルートに行きたいと思います。都市伝説、それは交渉される噂話のうち現代発祥のもので根拠が曖昧不明である。これ一番のオープニングです。まあそれはさておき、分岐で、どうやらここのブライトマン編、次のルートに行くには5ルートをクリアしていることが条件で、ブラインドマン編の、6つ目の選択肢、これ1個2個殺されてるね、だいぶ2個3個4個5個6つ目これってことかな？違うな。これ津田沼ちゃんと合ってるとこだもんね。津田沼ちゃんと合ってるとこ。もう一個先か？これかな？これっぽいな。まあこれずっと来て、まあ取り調べ、3人の取り調べを、まあ殺人事件を起きます。で、3人の事情聴取、砂堀さんと、はるかと早苗の3人の、まあ、事情聴取が終わって、で、酒蔵酒造で、津田沼ちゃん登場して、で、この先が津田沼ちゃんとのライアーズアートで、まあ、ここはいいのか。で、ここか。ここから再開。もしここまでのルートわかんない方は、ブラインドマン編をご覧ください。ということで、これはモニターを見つめたにすればいいらしい。まず別現場に向かった。ここだね。前は現場に向かったにしてある。モニターを見つめた。あ、変わりました。変わります。人形編。人形編。わあ、ホラー感出てきた、ホラー感。私は食い入るようにモニターを見つめた。それはただ不気味で奇妙というだけではない。これ状況は、まあ、おいおい、徐々に説明していこうかな。心にざわつきを感じるのは、生理的な嫌悪感によるものではなく、きっと、軽症かな？殺虫剤を浴びた虫を、をも連想させるその動きは、やだやめて、もうそれ終わったじゃん前回で、もうやめて虫のやつは。通常の人間のものとは違って、はい、どうしたの黒田課長。これは救急車でも間に合わないだろうね。諦めの混じった、達観めいたぼやきの言葉を課長がつぶやく。すかさず風森さんが舌打ちをした。だから俺らの出番じゃねえか。おい、ぼやっとすんな、目が。まあこれ、警察署内で、まあ、いろんなとこ監視するモニターを見てのことなんだろうね。だから、これで、はい。私もモニターから目を離さないまま立ち上がる。この動きは酔っ払いのおぼつかない足取りとも違う。その違和感から、危険な状態だということは十分察知される。状態ではない動き。それは人の断末魔、その瞬間だ。あ、書院どうした？書院どうした？書院？ざわざわと残った書院が騒ぎ出す。県の人物は数歩ほどよたよた歩いた後に前のめりにバタリと倒れ込んだ。あ、これ渡りくるみさんの映像なのかな。道路を歩いていてバタッと倒れたと。そしてそのままピクリとも動かない。それが何を意味するのかをその場の全員が理解していた。で、ここをその現場に急行するというところかな。モニターを見て、おい、現場に急行だ。一応救急車の手配も。バタバタと駆け出す他の署員たちの中、顔をしかめながら風森さんが私の肩に手を置いた。一応か、
どっちかっつーと立花たちの出番だろうがな。さあ俺たちも行くぞ。はい。なんで関本の予言当たっちゃいましたね。そんな言葉を口に出しかけて私は黙った。そう、関本ちゃんの話を聞いた時に被害者がまだ出るぞみたいなことを言っていたんだよね。ブラインドマン、まあ、これブラインドマン編からの派生なので、そうそうそう、で関本の話を気に入ってそう言っていた、その絵が現実となってしまったねっていう話だね。そうそう、ここの現場がモニターに映っていたと。鬱蒼と木の茂る山に面した村道は夜になれば人の気配すらない闇に包まれている。私たちの駆けつけた時点でモニターに映っていた例の人物はすでに救急搬送された後だった。あ、そうなんだ。前はここにもう倒れてたんだよね、おばあちゃん。 AED などかけらも見当たらない山の中、話によれば最初の発見時で心停止の状態で救急車両の中で、蘇生措置でもおそらく間に合わないだろう。あっちで話してるの聞いたけど、搬入前には死亡が確認されたようだな。つまり現場検証ってこった、俺たちの役目は。モニター越しとはいえ、目の前で人がお亡くなりになるのは辛いものがありますね。何せよ、それが俺たちの仕事だ。だよな、おっさん。いねえよ。なんで黒田課長いねえの？いつも3人一緒って言ったじゃない。黒田課長なら先に病院の方に寄ってくるそうですよ。あら、そう。身元確認か。やれやれ。順序や段取りも考えろっつうの。いつも一人でフラフラしやがんな、あのハゲ。大体確認するまでもないだろう。そうなんですか？だって身元とかはまだわかんないから、そこは一応ね。なんて周囲の警官と2、3言葉を交わして、風森さんがメモを取る。やっぱりだ。死亡者は渡りくるみ。村の介護施設に入ってる、今年78になったばあさんで。まあ、村のプチ有名人ってところだ。やっぱり渡りさん、まあ、亡くなったと。ここで亡くなっていたのを発見。でも、フラフラして倒れて、まあ、亡くなったから原因はよくわかってないよね、まだね。風森さんは被害者のことを知っていたようだ。老婆と言われてようやく納得もする。あの小柄な体型や妙な動き、頭身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 のバランスにも、しかし、そんなおばあさんがどうしてこんな時間に参道を歩いていたんでしょう。確かに。さあな、何分要介護のババアだろ。認知症の気でもあんじゃないのか。俺もたまに村で会うが、大体偏屈なババアでよ。現場に当たる捜査班や鑑識職員が慌ただしく走り回る中、基本は応援部隊である私たちと風森さんは人が来るわけもない洋風景の参道で非常線の整備についていた。遺体はすでに運ばれ、現場検証もあらかた耳にはした。目下のところ不審な点はない。不審というなら、なぜこんなところをこんな時間に老婆が一人歩きしていたかぐらいで、そんな意味ではやはり意味不明な出来事だ。いや、ご苦労。首用の方はどうかね。黒田課長が私たちの方に近づいてきた。守備も何もあったもんじゃないっすよ。で、そっちの方はどうでしたか？ああ、病院の方で死因を聞いてきたよ。心不全だとか。大丈夫？それ薬とか打ってない？ちょ、決めてきてない？ばあちゃん。大丈夫？覚醒剤ダメですよ。それ。ちゃ。まあ、心肺停止ってなると、そうでしょうけど。それ、事件性の方はどうなんですか？さあ、そこまでわかるわけないだろう。わかれよ。ちょっとは経験、いろいろ経験してきてんだからさ。いや、あのさ、こっちはその原因を知りたいわけでな。
何やってんだったく。ガキの使いじゃあるめいし。と片森さんはぼやく。何その、笑っちゃいけないってこと？笑ってはいけない警察ってこと？その笑ってはいけないってこと？そんなこと言ったってあれだよ、死因は心停止、それ以外なーもわかんないんだから。こっちの方でも現場に事件性はないんでしょ？だからそれを今は調べてる最中でしょうが。子供じみた口論をやり合う二人にため息を吐いて、私はぼんやりと周囲を見渡していた。どうして徳良かなんかに配属されてしまったのか。いいね、でもいいね、こういうやりとりがもう心が落ち着くわ。徳良かって感じ。正直なところ、これまで見てきた限り、黒田課長にしろ風森さんにしろ、そう優秀な人ではなさそうだ。むしろ子供じみているというか、無能というか、ちょっと言い過ぎじゃない？無能って。まあ確かに無能だけど。徳良家というのは、やはり問題のある職員の飛ばされ先なのだろう。もしや自分も何かヘマをしてしまったのだろうか。そんな憂いと諦めを頭の中で持て余しているうちに、はっと私はあるものに目が留まった。なんだろう？あれ。どれ？どれどれ？一瞬この参道の中で何かと目が合った気がした。目が合う？誰かいる？いや、人間の目の高さではない。犬とか猫とかタヌキかハクビシン？わあ、これ人形編ってことはさ、何、人形に見られてんの？え、クソ怖いじゃん。そんな山道で人間に見られてるとか。あ、人間じゃない、人形とか。違う。生き物の視線ではない。生き物じゃないのに視線？ゾクッとする。もう人形じゃんこれ。人形のことじゃないのでしょうか。目を凝らすと、その闇の中に確かに人影、和服を着た小さな姿があった。うわー、日本人形出た。ホラーといえば日本人形。あー怖いくない？ちょっと可愛い目。もうホラゲー慣れしてる 人々からしたらこれちょっと可愛い目ですよね。この日本人形はちょっと可愛いと思う。思っちゃった。人形？そう。あ、一松人形ね。はい。そう、こんな参道の中で、移り合いにその一松人形は捨ててあった。一松人形の説明。一松人形の説明。お、すげえ埋まってきた。一松人形、日本古来からある、奇世界人形の一種。おかっぱ頭で振り袖姿の女の子というイメージが浮かびやすいが、羽織姿の男の子も存在する。名前の由来は諸説あり、江戸時代の歌舞伎役者佐野川一松をかたどったから、制作当時一松という名前の子供が多かったから、もともとは市松模様の衣装を着せて売られていたからなど、さまざまだが定かではない、うん、はい。捨ててあったんだ。もう絶対ダメでしょ。この人形をさ、山に捨てたら絶対ダメでしょ。ただでさえ和風の人形というものは不気味だ。笑っているようにも悲しいようにも見える無表情。怒りの加減や向きによって、イカ様にも違う、イカ様にも違う顔を見せる。能面にも通じた日本古来からの様式美で作られている。とはいえ、こんなに人が死んだ直後の山の中、そんなところにあるはずもないものが存在するという不気味さ。どれだけ整った顔立ちの出来のいい人形であれ、やはりいい気分はしない。恐る恐る私は近寄って確認する。そう、確かに出来はいい。その辺のお土産屋で売られている量産品と違うのは私にだって一目でわかる。見ていると吸い込まれそうな感覚。そもそもなぜこんなところに人形なんかが。思わず手に取ろうとしたその時、確かに腕をつかまれた。もうホラーじゃん。もうダメじゃん、この人形。あー、ひー、やだ。ちょっと、つかまないで、ちょっと、そのままじっとしてて。はーい、はーい、こんにちは。みずずちゃん、こんにちは。ちょっと顔怒ってる？ねえ、ちょっと怒ってるね、みずず。ちょっと。もう本当好き。何がいいよ。あのね、デカミ、あなたも警官なら、勝手に現場の遺留品に触らないで。
常識ないわね。なんだ、ミスズカ、脅かさないでよ。なんだじゃないでしょ、まったく。あ、ミスズにちょっと怒られちゃった。というか、これって遺留品なの？他にどう判断すればいいのよ。他にゴミがあるでなし、違法投棄ってわけでもないでしょうし、そもそもその人形、全く汚れてないでしょ。あ、そういえば、は汚れてない市松人形が参道にある、もう不自然。しかも今腕掴まれたんでしょ？そのことについてもっと話広げた方がよくない？実に綺麗なものだ。立派な着物は生地こそ多少年代を帯びて、焼けた感じこそあれ、顔だって土汚れすらついていない。この着物は古着から作ったのかしら。じゃあ渡さんの私物なの？老婆がお人形を？もう怖すぎる。老婆とお人形の組み合わせ怖すぎるでしょう。さあ、これを、それをこれから調べるのが警察の役目でしょ。確かにそれはそうだけど、うつろな顔で私へ向けた人形の黒い、聡明に じっと見つめられ、私はつい肩をすくませる。おお、始まった人形編。すぐ人形出てきたね。とまあ、サーグワンの件でいろいろ情報を集めてきたわけだ。見てみろこれを。一夜が明け、今日は開口一番に風森さんがそう口にしてバサバサといくつものファイルを机に置いた。昨日の今日でもう、昨日の今日でもうこんなに。さすがですね。お前もしかして俺をただの税金泥棒と思っちゃいないか？思ってます。こう見えて風森さんも情報収集には結構な才能もあるのか。まずおさらいといくか。死亡者は渡りくるみ、78歳独身女性。かわいそう。78歳の独身はかわいそう。身寄りもなく村の介護施設に在住。昨晩の時点ではおとなしく部屋にいたそうだが。ファイルに目を通すと、その介護施設の名前には私もにも身を、覚えがあった。確か牧村さんの働いていたところだ。そうだね、牧村早苗は介護で働いてたかね、施設で。そこか。気がつけば消灯時間後にそっと抜け出していたようだな。戸締まりはしっかりしているが、別に豚箱じゃねえし、中のやつは外に出ようと思えばすぐ出られる。それじゃあいつ頃抜け出したかもわからないでしょうね。少なくとも外部から連れ出されるってのはなさそうだな。職員や他の老人、または本人と共謀した第三者を引き込んでならありえるが、今のところその線では考えづらいな。いや、この共謀したとかっていう第三者はが人形ってことかい？何しろ身寄りどころが友人知人ってのもいないし、昔は仕事仲間も得意先もいたそうだが、今となっちゃそれも死に絶えてる。高齢者ですものね。しかし仕事というと？そこなんだよな。いや、昔の仕事仲間や取引相手も老齢で死んだわけじゃなさそうなんだ。因果関係あり？というのも、その仕事ってのが味噌だ。味噌を作ってたってこと？砂掘り酒造で味噌とか醤油作ってたけ？今じゃ、変わり者扱いの偏屈な厄介ばあさんだったが、現役時代は呪いのバーと呼ばれてたらしくてな。おい、怖え怖え。そのあだ名は怖えぞ。何したん？ばあさん。呪いって何ですか？それ、呪術師かなんかだったんです？昨晩のあの奇妙な動きを思い出し、少しゾッとする。不慮の死を遂げた人に対して気味悪がってもいけないが。なんでがっつうとだな、ばあさんはもともと人形師だったそうで、しかもかなり腕の立つ、その世界ではそれなりの有名人だったらしいぜ。あ、じゃあ本当にあの人形はばあさんが作った、ま
渡りくるみさんが作ったものっていう可能性もあるのか。ということはもしかして昨晩のお人形も。そうすると腕が良かったという話もうなずける。夜道で少ししか見えていなかったとはいえ、昨晩のあれは確かにそんじょそこらの人形とは出来が違った。だって腕掴んできたもんね。そこもうちょっと広げろって思うんだけどさ、どうなの。まあ評判からしてまず間違いない話だろう。それで呪いの場って二つ目は、ちょっと待ってください。それで呪いの場って二つ名は当然そこに変わってるわけだ。そうか。どういうことです？お人形職人で呪いって。私がそう尋ねると風森さんは神妙な顔になった。くるみのばあさんが作った人形の所有者はやたら不幸になると噂されていたんだよ。不幸ってそんなことあるんですか？やたらとってどれくらいです？必ずとはいかなくても結構な数の噂話が流れてるな。例えばその昔銀座の百貨店で開かれた人形店にばあさんの人形が出展されたら、それが見事に盗難にあって。そんなに悪いことじゃなくない？それ、ちょっとちっちゃくない？その良くないことが。盗難といえばまあ不幸でしょうけど。いやそうじゃない。その盗んだ犯人がだな、数日後に隅田川に土左衛門になって浮かんでたんだと。この話は噂じゃなく事実で裏も取れてる。あ、急に不幸な話だった。急に不幸だった。うわ、そっちの方面の不幸ですか。え、デカミはどっち方面だと思ったの？そうじゃなきゃ呪いなんて言わねえだろ。他にも政治家が町内の結婚の贈り物として人形の特注をしたら、その政治家は間もなく収賄で逮捕、長男は事故死だとか。この政治家自体の逮捕はさ、自分が悪いことしたからしょうがないじゃん。でも長男はちょっと不幸だな。みんな死んでんだ。それは他にも一昔前とあるアイドルがおばあちゃんの贈り物だとブログに載せたことがあるが、出来込んで引退したらファンは自殺するわ、夫は薬で逮捕されるわ、子供も数ヶ月で死ぬわ。わあ、でも偶然の産物ってこともあるよ。たまたまっていうね。うん、そうそう、それこじつけ。それはちょっとこじつけすぎなんじゃ。だいたいファンは関係ないでしょそれ。薄気味悪い話ではあるけど、個々の不幸な出来事はゴシップとしてよく耳にする程度の悲劇のような気も。偶発的な不幸を片っ端から結びつけて何かの呪いのせいにするというのは少し幼稚な考え方ではないだろうか。で、昔の得意先や仕事仲間が死滅してるってのは、まあその呪いのせいらしいぜ。いや、こじつけじゃないの、そこら辺も。いくらなんでも信じがたい。話が大げさすぎる。とにかくまあそういった手にしたものが次々呪われる話ってなると、まるでホープダイヤみたいで面白いだろ。ホープダイヤって何なんだろう。ホープダイヤ聞いたことねえな。ホープダイヤ、ホープダイヤ、スミソニアン、スミソが好きなあれかな、ベジタリアン的なスミソが大好き、スミソニアンかな。博物館に所蔵される 45.5 カラットのブルーダイヤモンド。持ち主を破滅させる呪われた宝石だと言われている。所有者の中には家族が次々に不幸な死を遂げたフランスのルイ14世やフランス革命でギロチン刑に処されたマリー・アントワネットなどがいる。確かに悲運に見舞われた者もいるが、呪いは宝石商の脚色であるという説もある。いや、これ大体偶然なんだよな、きっとな。本当に呪いなんてないと思ってるからな。そういうのは信じてないからな、こっちは。あー、聞いたことあります。スミソニアン博物館に飾られてるやつでしたっけ。スミソニアン博物館にあるブルーダイヤがあるんだよね。でもスミソニアン
それ以外は多分スミソに関する博物館なんだろうな。私もそう詳しくは知らないけど、持ち主が次々と不幸になると噂されている青いダイヤ。もっともその噂の大半は創作だとも聞く。不幸な偶然が連続することは多々ありますし、そうそう呪いなんて信じる気にはなりませんけど。どうかな、呪いってのは実在すると思うんだよな。俺は警察がそんなこと言っていいのか。この仕事をやってりゃ嫌でも実感するが、ジンクスとかゲンとか月ってのは確実にある。だからといって私は、課長はどう思います？いたの？課長いたんだ。まあ呪いの人形はね、本当だとすると随分と恐ろしい話だよね。警察じゃお手上げだ。今なんか出た？今なんか出たよね。データベースか、なんか出たよね。出なかった今。あ、これか、呪いの人形。世の中には呪いの人形と呼ばれるものが多数報告されている。髪が伸びる、泣き声を上げるなどといったものや、所有者を不幸にしたり殺してしまうものもある。以前の所有者が殺されてしまい、その時の怨念で魂が人形に乗り移ったものや、または誰かを呪うために人形にまじないをしたものなどが、など様々である。そもそも日本の伝承では、人の形をした髪や木、土などで作ったものに最悪役や、また気持ち悪くなってきた。ちょっと気持ち悪い。ちょっとあれかな、なんかちょっとあれかな、疲れが出たかな。ちょっと昨日の疲れが出たかな。最悪や、疲れた、すごい疲れたな。疲れだな、これ疲れだ。疲れを負わせ、自分や家族、守りたい人物の身代わりにする風習がある。かわいそう。やだな、課長まで本気にしてるんですか？それで渡里さんが死んだってことは、今回はその呪いが自分自身に降りかかってきたと？いや、いくらなんでも女わけはねっしょ。そんなで本人が死ぬくらいなら、そもそも当の昔に本人がさっさと死んでるだろうし。確かに普通に考えて78じゃ大往生ですよね。呪いだったらそれこそ今更こんな天寿真っ当のギリギリに殺さなくてもいいというか、老衰と考えていいですし、年齢的にも心停止そのものが不自然とは思えないし、今回の件はそもそも事件性が認められていない。不自然なのはただ一点、老婆がなぜあんな時間にあそこにといったあたりだろう。そして人形のこともね。そして人形が手を掴んできたんだよ。そこなんだろうな。なんでそこをスルーするかな。みんな自発的にあんなところまで、それか何かに追いかけられて。そしてこの事件性のなさゆえか、今回の渡里さん死亡の件に関しては捜査一課は即座に手を引き、まるまる私たちとくらかに捜査を投げられてしまったようだ。そもそも、捜査一課は強盗、殺人、誘拐、放火等の、強行犯対策が主なのだから、自然死や突然死、まして老人では相手にするだけ時間の無駄とも考えているのだろう。つまり風森くんもメガー君と同じく呪いとは考えていないわけかね。呪い、そこなんだよな。いや俺はね、呪いが存在してもいいとは思うんですけどね。ただ本人が呪われずってのは引っかかっててね。そこで引っかかっててどうするんですか。まずは呪いの存在から疑いましょうよ。確かに現場には市松人形がありましたけど。え？マジで？え、知らんかったの？ちょっと私手掴まれたんですけど。あれ？報告は言っていなかったのか？現物が見れんのか？それどこにあるんだ？ちょっと見せてもらおうぜ。いや、あのですね。なんだよ、目が興味ねえのかよ。ありますけど。
昨晩は遺体発見現場の夜道で市松人形なんかに遭遇してただただ不気味だったし、新たに今そんな話を聞かされてはますます気味も悪いけど興味は湧く。明るい蛍光灯のもと、数人がかりで取り囲んだ中でならきっと怖くはないだろうけど。よし、証拠物なら鑑識だよな。じゃあ早速呼んでこようぜ。おお、呼んでこよう、みすずちゃん呼んでこようぜ。ああそうか、みすずに話を通さなくちゃいけないんだ。少しだけ嫌な予感がした。いや、呪いとは違う方向で、あの現実主義者のみすずにオカルト話題ね。確かに確かに、みすずちゃんはそういうの全く信じないからね。あー、みすずちゃんようこそ、ようこそとくらかへ。あー、かわいい。もうちょっと怒ってでもかわいい。しかもこの音楽安心する。ということで、今回はここまでにしたいと思います。人形編スタートしましたが、また、まだこれやってんのかって思わずに、お付き合いください。みすずちゃんが出てきたので、ご機嫌よく終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、おー